はい、では、始めさせていただきたいと思います。株式会社成田の矢口と申します。本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。弊社の方から、プログラミング教材電気の利用、の、商品について、センターの紹介と模擬授業ということで、皆様のお手元に、ファイルとロボットあると思うので、あと iPad ですね、こちらの方で、プログラムの体験の方をやってしていただきたいなと思います。はい、まずですね、当社の、電気の利用の、製品に関してなんですけれども、こちらの方が、未来の学びコンソーシアムという、文部科学省、総務省、経産省、3省で運営しているポータルサイトの方に、実施事例が、紹介されてますので、ご興味のある方は覗いてみてください。はい、で今回、体験していただく、製品が、WeDo ですね、レゴの WeDo を使った、プログラミング教材電気の利用 WeDo セット、こちらの方を本日は体験していただきたいと、思います。はい、こちら今年の、まあ、大体5月ぐらいの、実績になるんですけど、まあ、ざっくり、このぐらいの、どういう実績の方をしております。こちらの方電気の利用 WeDo ではなくて、WeDo ですね、レゴの WeDo の導入実績となっております。はい、ではですね、あまり喋っててもですね、眠くなっちゃったりすると思いますので、早速体験の方を、行っていきたいと思います。まずはですね、プログラミングの前ですね、のところを体験していただきたいと思います。これまでの通常の電気の利用の流れですね、お手元に電気回路の方を組んであります。はい、まずはですね、発電、まあ、発電、蓄電のところをやっていきたいと思いますので、どなたか一人、ゼネコンですね、手回し発電機の方を回して、メーターですね、コンデンサーのメーターが緑になるぐらいまで、電気を貯めてください。はい、ではどうぞ。まずメーターの減りどうですかね。全然減らないですよね。またあの明るさもどうでしょうかね。結構もうかなり明るいですよね、豆電球。はい、でここまでの流れが、まあ、ざっくりとですね、今までの電気の利用の流れになってくると思います。はい、でこの後に、まあ、プログラミングというものに入っていくんですけれども、はい、プログラミングの、授業を行うので大事な、重要なポイントとして、プログラミングを活用して、教科の目的をより深い学びにするということが、言われています。なので教科の目的をより深いものにするためにプログラミングを活用するというのが、大事になってきます。まあ、そんな中で論理的思考能力ですね、あと日常生活と省エネを関連づけて、考えさせるようなことになっていきます。はい、そしてですね、今度は金属板の代わりにこの手元にある、WeDo で作った、レゴのこちらの方をスイッチのロボット、になります。こちらの方を画面見ていただいて、このような形でセットします。では皆さん見ましたかね。はい、はい、これでですね、先ほどの金属板のスイッチの代わりに、スイッチロボットが金属板の代わりになっています。はい、ではですね、早速プログラミングしていきたいと思います。皆さん iPad を、どなたか1名、持っていただいて、開いてください。で iPad の、メニューの中に、多分おそらくこちらの左側ですかね、左側のアイコンがあると思うので、こちらのをタップしてウィードの方を起動させてください。で私の方もウィードの方を立ち上げていきます。はい、立ち上がると、もしかしたら、こんな画面、ようこそなんて画面が出る人もいるかと思うんですけども、この画面出たら右上のバツボタンですね、こちらを押して、画面左下ですね、マイプロジェクトと書いてある、こちらですね、マイプロジェクトと書いてある下、こちらのプラスボタンですね、こちらの方を押していきます。はい、そうするとこんな画面になりますね。こちらがプログラミングを組む画面になります。はい、でプログラムを今度組んで早速組んでいきたいんですが、まずは、皆さんのタブレットとこのロボットですねをペアリングという作業をしなきゃいけません。で、ペアリング今からするんですが、ペアリングする前に先ほどの皆さんのスイッチロボットの後ろにですね、何か何番って書いてあるとかって書いてあります。何か3、これだと3って出るんですけども、はい、それをちょっと覚えておいていただいて、画面右上に Bluetooth のマークがあります。こちらの方をタップの方をしまして、こちらのスイッチロボット、こちらの上に緑のボタンがあります。緑のボタン、
こちらの方を押しますと、あ、もう押してますね、誰か。押しますと、自分の番号が出てきます。はい。で、出てきたら、その出てきた番号をタップしてあげます。iPad で。で、出てくると、ペアリングの完了するボタンのマークで、いろいろ分かります。で、プログラムを組む、準備の方ができました。ではですね、まずは簡単なものから作っていきたいと思います。まず、節電というところで考えると、私が子供の頃なんかは、常識ではなかったんですけれども、昔って多分、寝室の部屋なんか寝る前って、スイッチがあるところとか、あと電球のところ、わざわざ行って電気消さないと、電気消せませんでしたよね。結構つけたまんまで寝ちゃったりとかして、効率が悪いです。ただ、今は便利な世の中になりまして、電気なんかリモコンで消したり、消せたりなんかしますよね。そういったものを今からちょっと簡単に作っていきたいと思います。皆さんと一緒にやりたいと思いますので、皆さんも同じようにタブレットの方を操作して、同じプログラムを組んでみてください。はい、ではですね、画面下の方がプログラミングのブロック、パックマークになっておりまして、まずは左側の緑色のものだけを使って表現していきたいと思います。まず一番左側、こちら、なんかワイパーみたいなのがありますけれども、こちら何かと言いますと、パワーですね。パワーの方を設定してあげます。はい、で今回スイッチなのでスイッチそんなドカーンと押したりとか、しなくてもスイッチ入るようになってますのでこちらの数字のところをクリックしていただくと、数字が下の方に出てきます。でこちらの方で1と設定してあげます。それでパワーをモーターのパワーを1に設定することができました。はい、よろしいでしょうか。はい、そしたら今度はですね、この左回転の、アイコンをここに持ってきます。はい、今皆さんの WeDo 見ていただくと、モーターが、正面に多分見えてると思うんですけれども、回転ですね。こちらの左回転すると、スイッチ入るんじゃないかなって気がしてます。なので左回転を選択します。はい、では左回転をするのをどんぐらいの時間やりますかということで。この砂時計のマークですね、こちらの方を設定してあげます。こちらの方で1秒間モーターを回します。はい、でモーターを回し終わったらモーターを止めます。バスですね。はい、ここまでできましたでしょうか。これでリモコンのスイッチオンっていうのができました。できましたらこちらのスタートボタンですね、押していただいて実際に動かしてみてください。どうぞ。じゃあできましたでしょうか。で多分みんな今ゼネコン回す音が聞こえてますけど、そうですよね、省エネだといわれる LED だとしても、スイッチ入れっぱなしだと、どんどん電気が消費してしまうので、今、オンのプログラムだけでは、リモコンとしては成り立たないので、今度はオフのプログラムを皆さん一緒に作っていきたいと思います。はい、下のパレットをですね、こちらの方、右の方にスライドしていただくとですね、もう一つ、プログラムの再生のボタンが出てきます。で、先ほどと同じようにパワーを設定してあげます。パワーは1です。で、今度は左回転でスイッチオンにしましたので右回転でスイッチをオフにしてあげます。また一緒ですね。パワーは 1でまたオフですね。はい、こちらの方もできたらですね、再生の方を押してですね、スイッチをつけてください。でこれでですね、とりあえずリモコンの方完成しました。今皆さん手元でですね、すぐ近くに iPad があって、スイッチロボットがあってやってるんで、あんまりこうリモコンっていう感覚ないかもしれませんが、これ実際に10メートルぐらい持って離れても実際に操作の方はできます。はい、これで、リモコンという概念の、プログラムを再現することができました。最近ですね、公共の場所においてこんな、場所が増えてきました。デパートとかですね、不特定多数の方が出入りするところですね。
とかなんかだとこんな感じで、人が入ると、電気がつく必要なのが多くなりました。やっぱりデパートとかですね、入って自分で電気つけて、出るときに電気してくれるなんていうのは、なかなかないものですから、それでもですね、電気つけっぱなしでいるよりはこういったセンサーを使った方が、まあ、省エネになりますし、まあ、人によるミスっていうのは必ずあるものですから、そういったところを補完して、プログラム側で制御してあげるっていうのが大切になってきます。はい。で、皆さんのスイッチロボットのところにですね、ペボッと出てる目玉2つのやつがあります。こちら何かと言いますと、モーションセンサーの、センサーになります。では今度はですね、こちらの人感センサーみたいなものを、V2 で表現していきたいと思います。はい。ではこちらのプログラムを生かして作っていきたいと思います。はい。じゃあ皆さん一緒に、やってみてください。センサーを使うには、先ほどの緑色の砂時計ではなくて、右側の方に、今ちょっと隠れちゃってると思うんですけど、右側の方にあるこの黄色の砂時計を使います。使いますでしょうか。はい。こちらの黄色いブロック何かと言いますと、待機ブロックと言います。で、今は待機ブロックの下に数字が入っているので、何秒待機するというようなプログラムになります。例えばこのプログラムの数字を3にして、先ほどのオフのプログラムの、まあ、パワーはもういいです。パワーの右からを持ってきてあげれば、これで例えば再生してみてください。この上ですね、再生すると3秒待機すると、スイッチがオフになる、このようなプログラムになります。こんなの生徒たちに見せると、あ、スマートフォンだとか、パソコンが勝手に何も触らないと切れるやつだとかって、言ったりとかもあります。はい。まあ、そんなような表現もできるのも一つ魅力かなと思います。はい。では次にですね、この人感センサー使っていきたいと思います。右の方にあるですね、オレンジ色のブロックが2つ並んでいると思います。こちらの方は今回使いませんが、チルトセンサーといいまして傾きのセンサーですね。でも今回はこちらですね、こちらのモーションセンサーを使っていきます。モーションセンサーを先ほどの待機ブロックの下にこのようにくっつけてあげます。ここまでよろしいでしょうか。ではですね、ここまでできましたら、もう一つ待機ブロックをこのセンサーに挿入してあげて、同じくモーションセンサーをもう一個つけます。はい。ここまでやってください。はい。で、まだプログラムを完了してません。で、こちらのモーションセンサー何回か押してみてください。矢印が変わります。これで、モーションセンサーのどういった動きをしたらというものに設定ができます。まず左側の方は、まずスイッチをオンするので、人が近づいたということでモーションセンサーに向かって矢印が出てる方向にしてください。で、右側の、方は逆に離れていく、こんな形にしてください。タップすることで、変わります。条件が変えられます。はい。ここまでできましたら、はい、ここまでできましたら、再生の方をしてみてください。再生の方をすると、待機ブロック、センサーに何も反応しないと、待機ブロックのところでこれピカピカ光っていると思います。で、一回手近づけて離してオンオフやって、その後どうでしょうか、近づけても反応しないですよね。まあ、これでは、実際の、トイレとかですねとかでは使いませんので、このプログラムをですね、ループさせてあげます。ループするには、待機ブロックの右が一つ右にあるこんなループを持ってきてあげて、ビヨーンと伸びますので、くっつけてあげます。はい。
で、こうすることによってプログラム再生したら、こちらが終了するまでこのオフのプログラム、オフのボタンを押すまで何度でもオンとオフを繰り返しできます。はい、で皆さんどうでしょうか、触ってみて、結構直感的にブロックを横に並べるだけなので、その順番通りにプログラムが進むので、例えばどこが間違ってるとかですね、そういったもののですね、実際にものを動くのと見比べてですね、やれるので結構簡単かなと思ったんじゃないかと思います。はい、で目的の明確さやですね、あと多分話し合いながらちょっとやったと思うので、対話っていうのも一つ重要なファクターになってきます。はい、今ちょっとちらっと見つけてますけれども、弊社のセットの方ではこういった、マグネットですね、こういったものもセットも販売しておりますので、話し合いや、グループ活動においてですね、ご活用いただけると思います。はい、あとはですね、やっぱり WeDo、電気の湯を WeDo だけではなくてですね、レゴ WeDo 2.0、こちらの方を使っておりますので、これなんかだと災害ですね、5年生の、私たち暮らしの災害で水門を使った授業をやってみたりとか、あとはですね、道徳のこれ義手ですねとか算数、こういったものとかにですね、ウィーディを使っていただけますので、ちょっとまあ価格帯としてはちょっとお高いものではありますけれども、先生方の工夫によってですね、強化に、使っていただけるので、このようにこういろんなものに使っていただければと思います。あとはですね、スクラッチ 3.0、こちらの方に標準対応してますので、例えば低学年の時にスクラッチで、やってしまったので、WeDo がちょっとっていうところなんかは、スクラッチをそのまま使って、WeDo を動かすことができますので、こちらの方は、先生方の、使い勝手によって選んでいただければと思います。はい、でですね、最後にですね、動画ですね、YouTube で、動画の方が配信されてます。こちらの方、今日、やったものの感じをですね、授業の流れに沿ってですね、動画の方に、掲載しておりますので、冒頭でご紹介しました未来の丸コンソーシアムにも、リンクの方が貼っておりますし、あとはですね、YouTube で電気の利用と、検索していただければ、確か3番目か4番目ぐらいヒットするとしたと思います。これちなみに私の上司でして、今1300名ぐらい、再生回数を伸びてます。はい、ということで、すいません、ちょっと駆け足になってしまって、ちょっと、慌ただしくなってしまったんですけれども、私の方からは以上となります。ありがとうございました。